姿を見てたくさん刺激をもらったので、私たちもこれから頑張っていきたいと思います。皆さん今日は本当にありがとうございました。なんかやるなあかん感じになってるやん。2017大田のアクト、お別れの時間が近づいてきました。私たちは約半年前からこの今日のこのステージに向けて練習を重ねてきました。時にはぶつかることもありましたが、それを乗り越えながら仲間との絆を深め、今日は成長した姿をお見せできたのでしょう。お見せできたと思います。そしていつも応援してくださっている皆さんのおかげです。本当にありがとうございます。私は11月19日のアメージングライブをもってスプラッシュ、そしてアクターズスクール広島を卒業します。アクターズスクール広島で学んできたたくさんのことを胸に、これからも全力で頑張っていきたいと思います。最後になりましたが、これからも私たちの成長を見守っていてください。それでは本日は本当に